プレイドのところ、このトークスのやつ、ハゲさん、行くぞ。誰だそれ。今このおっさん、プレイドの場所行ける。今回行けない。誰。さあ仕事なんて忘れて。入って。入れる。これは何？ああ、これは店か。いらっしゃい。今日は商売上がったりで参ってたことさ。ああ、メティア。メティア。じゃあ、この封じる。持っていない。封じるとソーセー持っていない。どっちの方がいいかな。創生かな。何か売るかな。ゴミ持ってるかな。ギル売却後のギル、何を売るかな。ポーション、300まで。これ26よし。そしてこれ封じる。よし、新しいミーティア買いました。いいかな。ゴミかな。このチョコボーいいかな。カバオソーセージからマイナス2。レイズ、レイズはいい。レイズはセスロスのやつ。ソーセージ強い。この封じるスリップル分からん。封じるゴミかな。このソーセージかな。ネギこっち何か。これも店かな。でも、何の音。あんたに売るものはないぜ。出直してきな。じゃあ上、あ、いや下、この地下室何かあるかな。あ、このトークスのやつ。何を、ポーカーかな。すまんね、今日は貸し切りなんですよ。このクラウド、お金がない。たく、お前もそうなのか。そうなら、マスク取って来いよ。それが俺たちのルールだ。何よ。もう酔っ払い。なんだか外は騒がしいけど、俺たちは昼間から酒ぴったり。で、このやつを。まだ皆さん、年季が足りんようですな。足りん。年季。お金ない。もうソーセージ強い。もっとソーセージ買おうかな。これは何？なんだこの音。じゃあこっち、こっちも見てよらしい。こっち見てよか。兵隊さん。あ、これは普通のところ。テント、ポーション、ハイポーション、フェニックスの王。テントはないだろ。イートルの方がいい。イートルと魔法。
Ima naj funkcionira, mi se. Koči. Manual. Sasuke. Sasuke to naši mašu. Yurei. Ah. Hidoin desu yo. Senpai tachi okoshite korenai tam. Yurei. Yurei mitsuketa. Sokka. Rokka ni iru toita seifuku mo miyataranai shi dokoka ni wasurete kita no kana. Ha, moshi ya kore wa iijime toyu yatsu de wa mu omae mo mono shiri jiman ka yoshi haitte yoroshi yoshi haireru ah boku no guntai ah kore mo gunjin ah sokka ma omae yurei dakara seifuku kigai dekinai yoshi これはなんだ?ポーカーあ。ここは選べれたもののみが入ることの許される上級者の館。館。どうぞ心ゆくまで持てる知識を披露するがよい。ワンワン。物知り元ソルジャーさんよ復讐いや復讐させてくるれよあ長いやつ見つけた、何を復讐したいんだ ATB についてクラウド ATB すなわちアクティブタイムバトルは戦闘中常に時間が流れているシステムだ。メニューのコンフィグで HEATB をウェイトにすると戦闘中魔法やアイテムを選んでいる間時間が止まる。メニューのコンフィグでコマンドゆっくり選べるというわけだ。お前たち初心者にはおあつらえ向きだな同じコンフィグで HB をおすすめにすると戦闘中魔法やアイテムのエフェクトが出ている間時間が止まる戦闘の様子をゆっくり見られるというわけだ落ち着いて戦いたい時はこれだな俺はいつでもアクティブだが気にするな。好きなものを選ぶといい以上だ。飛び出す数字について。バトの時にピロンと飛び出す数字は白がダメージ、緑が回復していることを表している。殲滅したくなければ注意することだな。チェンジと防御について。チェンジのコマンドで戦闘隊形の戦列、後列を入れ替えられる。後列にすると受けるダメージが減るが攻撃力も減る。チェンジは戦闘コマンドを選ぶときに方向キーの左を押すと可能だ。同じく戦闘コマンドを選ぶときに方向キーの右を押すと防御だ。防御のコマンドを選ぶと次のコマンド入力までの間ダメージを半分にすることができる手強い相手には無理せず
Bogyo surukoto ga hitsuyou da. Muron ore ni wa kankei nai koto dakara na. Nigeru ni tsuite. Ore wa sento chuu nigeru koto nado metta ni nai kara kuwashiku wa oboetei nai ga omae tachi ni wa hitsuyou daro. L1 button to R1 button o oshippanashi ni chiteiru to nigerareta hazu da. いやいや、 経験値とお金必要かな。 ゲージについて。 今は確認できないから分かりにくいかもしれんが、 とにかく聞いておけ。 戦闘中いくつか表示されているゲージのことだ。 タイムゲージは戦闘中次のコマンド入力が 回ってくるまでの待ち時間を表している。 ゲージがいっぱいになるとコマンドの入力が可能だが、もし入力したくなければ四角ボタンで次のやつに順番を回すこともできる。バレットをこき使いたい時などに便利だ。 リミットゲージはダメージを受けるごとに伸びていくはずだ。これがいっぱいになるとリミット技が使える。リミットゲージは各戦闘ごとにクリアされず数をこなしただけ溜まっていくタイプだ。 溜まったからといってすぐに使わず、リミット技の使いどころを見極めることが大切なのは言うまでもない。お前たちは知らないだろうから教えと言ってやる。ステートスに怒りと悲しいという 状態がある。怒りはリミットゲージの上がり方が速くなるが、攻撃の命中率は低下する。悲しいはリミットゲージの上がり方が遅くなるが、敵の攻撃から受けるダメージは低下する。ついでに 覚えておくといいだろう。バリアゲージは特定魔法の効果時間を表す。上のゲージは殴られ攻撃を防ぐ魔法バリア、下のゲージは魔法攻撃を防ぐ魔法魔バリア。両方ともダメージを半分にしてくれるが、 時間が経つと消えてしまう。バリアとマバリアの魔法を使った時はバリアゲージに注目だな。以上だ。次の戦闘で確認してくれ。ステータスについて。ステータスとはキャラクターの状態のことだ。これまで説明したことと 重なるかもしれんが、代表的なものをまとめと言ってやる。まあまあまあ。睡眠、起きるまでもコマンド入力負荷になる。毒、戦闘中にどんどん HP が減っていく。怒り、ダメージ、倍、命中率低下。 鎮静剤でも戻る。悲しい。ダメージ低下。興奮剤でも戻る。石か石になり動けなくなる。善人石で殲滅だ。混乱石。善人石だ。混乱頭が混乱し敵味方の 区別が少なくなる。そうだな、混乱一番めんどくさいかな。沈黙。
すべての魔法を唱えられなくなる。麻痺、タイムゲージ停止、コマンド入力負荷、暗闇、殴り攻撃の命中率低下。カエルになる。俺は大嫌いだ。ふう、さすがに疲れたな。ステータス変化はアイテムや魔法で直せるから、物を買うときに確認しておくのがいいだろう。ああ、すぐ終わり。属性について。属性は魔法や武器などについてくる特別な効果のことだ。有利に戦闘を進めるためには不可欠だが、属性を気にして戦えるようになれば、もう立派な中級者と呼べるな。中級もの、代表的なものの一列をまとめといてやる。あくまでも一列だ。鵜呑みにするな。炎、火の効果、獣、氷のモンスターに効く。霊、氷の効果、寒がり、火のモンスターに効く。雷、電撃の効果。雷撃、電撃、機械でできたやつに効く。土、大地の力の攻撃、飛んでいるやつには効かない。毒状態にする。もっともっと毒のやつには効かない。重い、重力を使った攻撃、当たると痛いな。水、大地の恵みの水を呼ぶ。火のモンスターに効く。風、風、大気の風を呼び起こす。飛んでいるやつに効く。星、星の力を呼び起こす。暗闇のモンスターに効く。相反する属性を攻撃に使用することで大きな効果を得られる。また同じ属性なら防御の効率が上がる。だが逆もまた真似なり気をつけることだな。敵の持っている属性を見抜くためには見破ることが必要だ。マテリアを手に入れたら使ってみてくれ。ヘルプについて、この俺の説明でもわからんようなら仕方ない。お前たちの理解する能力が足りないようだ。だが安心しろ、そんなお前たちは戦闘中セレクトボタンを押してみるといいだろう。ヘルプメッセージが俺に代わっていろいろとコマンドの説明をしてくれるはずだ。敵のモンスターなども表示されるから。ああ、モンスターの名前か。いいぞ、いいやつを教えた。俺も気分転換に見ることもある。恥ずかしがらずにスカウトに。終わり。まあ、かなり早いね。誰？物知りも元ソルジャーさんよ。復讐。同じやつか。この人同じ。毎度おなじみ、初心者の、館。復活編だよ。館か。あんたの説明が難しすぎて、星に帰れなかったよ。もう一度頼む権利が俺にはあるよな。ああ、ひどい。
Litoez. Mamma, ya se me más. Yo todavía se me más.